フェラーリ 250GT ベルリネッタパスソコルトは、イタリアの自動車メーカー、フェラーリが1959年から1962年まで生産した自動車である。通称は 250GTSWB。ホイールベースを、それまでの 2600mm から 2400mm へ、短縮。このため、従来モデルをパスする英語では、LWB、改良を、 パストコルト英語では SWB と呼んで区別するようになった。250GT、TDF に代わる主力モデルとして、欧米の耐久レースで活躍し、1960年に市販モデルを追加した。デザインはピニファリーナ、生産はスカリエッティが担当した。ボディは、コンペティションモデルはアルミ製、市販モデルはスチール製であった。初期型は、 ドアサッシの後端が丸く下がっているのと、前後フェンダーのエアアウトレットが付いていない、トランクリットにライセンスプレーと取り付け用のハウジングが付いていないなどの外観上の特徴を持つ。またコンペティションモデルは前後フェンダーのフレアが大きく取られている。全長 4200mm、全幅 1680mm、全高 1270mm と発表されている。エンジンは、 初期のストリートバージョンが T ポ128、中期以降は T ポ168と呼ばれるユニットが搭載されていた。キャブレターは標準が w e ーバ e r 38dCl を3機搭載し圧縮比9点に1から240から250馬力を発生していた。スペックは水冷60度 V 型12機等 2953cc で核。 シリンダーあたりにバルブを持つサイチェシーが採用されていた。コンペティションバージョンは T ポ168バイトと呼ばれるエンジンが搭載されていた。60年以降に強化されたエンジンは T ポ168コンプ61と呼ばれ、さらに強化された T ポ168コンプ62へと進化することになる。168バイトは270馬力コンプ。 61は280馬力を発生すると言われた。トランスミッションは標準が4段リバースでフルシンクロ変速比は1から4速がそれぞれ2.583、1.700、1.265、1.00でファイナルギアは3.44から4.57まで8種類が選べた。最高速は188時速 250km。 ブレーキは4輪ともダンドップ製キャリパーとソリッドディスクで市販型にはベンディックス製のブレーキサーボを備える。タイヤは185から15か6.00から15でボラーニのワイヤーホイールが標準で付く。ステアリングギアボックスは ZF 製のオームセクター。サスペンションはフロントがダブルウィッシュボーンの独立。リアはハンダエンリーフのリジットアクセルに。 ラディアスアームが付く。アブソーバーは前後とも筒型ダンパーが付く。250GT ベルリネット SWB は160台程度が生産された。ありがとうございます。